スルホンアミドの構造式。R2 イコール R3 イコール H の場合を示す。スルホンアミドは有機化学において R1SO2NR2R3 の構造を持つ化合物群のこと。スルホン酸のヒドロキシモをアミンに置き換えたものに相当する。カルボン酸のアミドに比べ酸や塩基による加水分解、ヒドリド還元などに対して一般に安定である。 多くの場合化式のように、塩化スルホニルとアミンを塩基の存在下に反応させて合成する。塩化パラトル塩スルホニルは、比較的安価で入手しやすい塩化スルホニルの一例で、ある。RSO2CLH2NRR、SO2NHR、硫黄状に、アミの元が2個結びついた H2NSO2NH2 という構造は、スルホンジアミドと呼ばれ、 対象なスルホンジアミド誘導体はアミンと二酸化用から直接合成することもできる。常識の例ではアニリン誘導体とトリエチルアミン、要素からポリスルホンジアミドを得る。二酸化用は S3NII、S3NII3、S3NSO2 体のような形へ活性化されていると考えられている。科学的に安定で生体内でも代謝を受けにくく、水溶性も良いことから、 医薬の部分構造として多用される。古典的な抗菌剤であるスルファニルアミドは、その代表的なものである。有機合成の分野においては、網の元の保護器として用いられる。ありがとうございます。